パがオリンピック行っててスケート始めようかなと思います。オリンピックに2度出場したパパと同じ夢を追いかけて、鍵山優真は憧れの大舞台にたどり着きました。そうそうたる顔ぶれの中で臆することなく堂々の演技、4回転サルコー、4回転トーループ、初めてのオリンピックで見事銀メダルを獲得。全てが順調でした。しかし左足首を疲労骨折し1年間苦しみます。我慢の時を経て怪我からの復活へ、しかも意外な展開で。9月のイタリア、怪我からのリスタートを切った鍵山優真。あれ、隣にいるのは実はイタリアの女王カロリーナ・コストナーが新たなコーチに加わりました。主にスケーティングと表現力を指導します。ミラノに向けてこれは心強い味方ですね。Proprio particolare anche dal punto di vista artistico, ha tutte le porte aperte per migliorare ancora tantissimo. Il suo lavoro è un po' di più.そういった部分でかなり変わってくるので、もっともっと美しさっていうのを頑張りたいなって思ってます。怪我を乗り越え1年半ぶりとなる国際大会に出場。鍵山はこの大会で優勝を決め完全復活。超進化を新たな目標に掲げ、さらなる飛躍を目指します。12月の全日本でどんな演技を見せるのか楽しみです。